皆さんこんにちは、アニョハセヨ、阿部美穂子です。阿部さんです。ありがとうございます。そしてこんにちは、アニョハセヨ、浜平京子です。浜平さんです。今私たちは韓国ソウルのカンナムにあるイムノン漢方クリニックに来ています。日本からもたくさんの方々にお越しいただいていますが、皆さんお元気でしょうか。皆さんこちらはですね、もちろん初めての方もいらっしゃいますと思いますので、どんなクリニックかまずご紹介しますね。はい、イムンオン漢方クリニックは韓国ソウルのカンナムにあります。こちらイムンオン漢方クリニックは韓国でも珍しい毛髪や頭皮に特化した漢方クリニックです。抜け毛や頭皮のトラブルなどの症状で悩んでいらっしゃる方はもちろん、ヘッドスパですとか美容院としてのプログラムもご用意していますので、広くたくさんの方にご利用をいただいています。オンラインショップもあるんですけれども、皆さんご覧いただいたことありますでしょうか。シャンプーやヘアセラム、ヘアカラー剤、そして漢方薬など、日本から利用していただいている方もたくさんいらっしゃいます。さあ、そんなイムンオン漢方クリニックから、はい、今回ご紹介する商品はこちらです。こちらです。プレミアムセカムとセカムセンシティブです。はい、これらはカラーリング剤なんですよね。はい。さて、皆さんにお伺いしたいんですが、カラーリング剤で頭皮がかぶれてしまった、あるいはアレルギーが出てしまったという経験はないでしょうか。一度でもそうなってしまった方は、次から髪を染めるのをためらってしまいますよね。怖いですよね。セカムは皆さんにより安心してお使いいただけるよう、6つのポイントをもとに作っています。それを一つ一つご紹介していきます。お願いします。まず一つ目は染料化学成分 PPD とアンモニアの除去、2つ目はお肌に優しい代替成分を使用、3つ目は油分膜を水分膜でサンドイッチした頭皮に浸透しにくい三重乳化技術、そして4つ目はコーティングを施した成分も最小限に使っています。5つ目は頭皮保護のための豊富な23種類の漢方成分、そして6つ目が髪質改善のための豊富な自然由来成分です。わあ、素晴らしいですね。私もこちらのセカムでカラーリングしているんですけれども、ですね、本当に罪悪感ゼロですよね。やっぱり髪の痛みを最小限に抑えてくれながら、仕上がりはむしろしっとりとツヤがあっていい感じ、本当におしゃれの、もうおしゃれに欠かせないものですね。はい。でカラーが4種類あるんですが、はい、まず白髪専用の若々しい印象のナチュラルブラック、自然で優しい印象のダークブラウン、白髪染めとおしゃれ染め兼用のハニーブラウン、そしておしゃれ染め用のゴールドブラウンとなっていますが、阿部さんはちなみにどのカラー？私おしゃれと白髪染めのこのハニーブラウンなんですね。ハニーブラウン、ハニーブラウン、もう大のお気に入りで大満足です。はい。でも時々このミックスして色を楽しめることもできて、季節だったりその時の気分でおしゃれを楽しめると思いますよ。とても優しい色で似合っていらっしゃいます。 ありがとうございます。この色です。初めてお使いになる時は念のためパッチテストをお願いいたします。そうですね。はい。プレミアムセカムも十分優しいんですが、さらにカラーリング剤に敏感な方には、セカムセンシティブもご用意しております。それがこちらですね。こちら、はい、こちらはアンモニア、過酸化水素、過抗酸ナトリウム、パラベン、鉱物性オイルなど完全無添加となっています。わー。そして漢方成分ですが、抗炎症作用、皮膚鎮静効果のあるハトムギ、抜け毛防止効果、効能のある生薬のクジン、天然染色剤のオーサン鉄、そしてオーサン鉄と結合して色を帯びさせるヘマテインが入っています。髪をカラーリングしたいけれどもちょっとアレルギーが心配なんていう方には本当に嬉しいですね。そうですね。私もかなりアレルギーがあるので、こういった商品があるのは本当に助かります。はい。さて、ご紹介しました2つの商品ですが、お値段はそれぞれ1回分で、プレミアムセカム、セカムセンシティブともに3万7000ウォンとなっています。はい。日本円ではレートの関係で日によって変動はしますが、およそ3700円前後ということになりますね。はい、そうですね。私の母も実は使っているんですが、これ1回使ったら他の使えないって
言ってました。やっぱりですか、うん、私違います。びっくりしたんですけど、うちの母も全く同じことを言ってました。わはい、パンそれだけ人気なんですけれども、そうです、ね、他のイームンオン漢方クリニックオンラインショップの商品と合わせて2万円以上ご注文いただくと、日本への送料をサービスさせていただきます。嬉しいです。はい、また年に数回イベントも行っていますので、そのチャンスもお見逃しなく。そうですね、はい。さあ、今回ご紹介した商品、詳しくはイームンオン漢方クリニックのホームページをご覧ください。もちろん日本語でご覧いただけます。また LINE やメールからのご注文もお待ちしていますね。お問い合わせだけでもお気軽にどうぞ。質問なんかもいいですよね。そうですね。それでは韓国ソウルのイムノン漢方クリニックでまた皆さんにお会いできる日を心待ちにしています。どうかお元気でお過ごしくださいね。ありがとうございました。감사합니다。